はよう、ハートありがとう。こんばんはと言う、こんばんはと言いそうになりました。セルフピン止め、そう。ハートありがとう。おはようございます。おのぴたハート、ささささ。あ、ちょっといい感じに止まってきた。あ、やばい。セルフな、そう、ちょっと今ちょっとこうやって、あ、朝足だ、嬉しい。クラシーさんありがとうございます。やばい、実はねカラーズの T シャツ着てるんですよ。カラーズの T シャツ、なんだっけ、あのランウェイ、初めてランウェイした時の T シャツ、懐かしいね。今年はねカープ、あ、なるほど、カープもあるね、赤だから。カラーズでした。おはよう。あ、トムトムレインボースターありがとう。ありがとう、トムトムありがとうございます。カーバの T シャツですね。トムトムハートありがとう。え、嬉しい、ごさす、いい感じにくせついてきた。で、今年嬉しい、私ねデコは出せるんよ。嘘、出せない。公演とかちょっとまだ出す勇気ないかも。なんか結構出してる方いるじゃないですか、なんか分けてたり、なんかいい感じにヘアアレンジしてる方いるんですけど、デコ出しを、私まだねデコ出しする勇気ないな。今度やってほしいです。今度やってみようかな。ハートありがとう、コキゼリーさん、たこ、あ、まなべさんありがとう。今度やってみます、多分。あ、いや、ちょっと今の撤回撤回します。もう一回ありがとう。デコ出し見てみて、本当ちょっと待って、やりたくなってきた。おはようございます。おはよう、リアチュー夢中、デコ出しリア中、前髪、そう、こんぐらいならまだありかも。なんかモデルさんがよくやってる。そうね、え、嬉しい。タンポポさん、ハートありがとう。タンポポさん、梅さん、ハートありがとうございます。いこたん、かわいい、ありがとう。また29、おお、すごい。あだちさんありがとう。梅さんありがとう。もくんありがとう。ジパングさんありがとうございます。お仕事行くからエールって、お仕事頑張ってください、本当に。リア中エール、リア中が見てるわよ。トノさんありがとう。ニャン吉さんありがとう。見てるぞ、怖いか、リア中が見てるわよ。エール、チパングさんありがとう。クラッシーさんありがとう。え、違う、え、シーンはね、毎日配信、朝から美しい。え、嬉しい、みんな、トシさんありがとう。トシさんトシさん嬉しい、ありがとう。このピータンありがとうございます。星になってる、今来た。おはよう、おはちゅう、リチムチュー、え、ニュー、気をつけてね、お大事になさってください。朝のが確かに、ゆうちゃん奈落、奈落、マーボーさんありがとう。教えて、マーボーさん、ドライヤーは多分お母さんだと思います。多分お母さんがもね、お仕事出勤なので。ゆうちゃんありがとう。まだ出ないと思うけど、
ワトのタックさんありがとう、嬉しい。ウレットマトトールさんありがとう。みんな今日も頑張りやちゅうしてください。本当にありがとう。みんな頑張りやちゅうだよ。キーの眉毛本当全然やばい。ちょっと眉毛隠したくなってきた。今日も美しいですね。本当ですか。おはようツイート最近してない。でもなんかマネージャーさんに確認しないといけないからさ、既読ついたらできるかも。マネージャーさんがリエチューに誕生日プレゼント、お悩んでた。今日もリエチューが頑張りやちゅうしてください。もうリエチューは毛布出しましたよ。広島の方ですよ。リエチュー毛布出したもん。めっちゃふかふかな。おはやチーズ、本当、ゆうたさんありがとう。今日が嬉しい。リエチュー夢中。おはようございます。めっちゃもう分厚い、もうめっちゃ分厚いです。ふかふかのハンスレ。寒い。あ、でも自分も上はハンスレかで、下はスパッツというか、あの着圧タイツ。嬉しいやしたん。朝寒い、わかる、寒いですね。やっぱだから布団から出られない状態。おはよう。なんか今日目が起きてる。なんでだろう。昨日遅く寝たのに。昨日ね、なんとゲーム夜更かししました。ここだけの話。着圧サイズきつい。でも最近なんか緩くなってきた。緩くなって、なんか多分伸びてる。きすぎてビヨンビヨン。もっくんありがとう。洗濯とかしてると結構ビヨンビヨンになる。着圧タイツも欲しいんだよ。着圧タイツね、結構高いんよ。ベルミスの着圧タイツがあるんで、ベルミスっていう着圧タイツあるんだけど、着圧タイツ、タイツでこんなに高いのって思ってびっくりしちゃった。着圧タイツね、意外とお値段するんよ。でも普通に、なんだっけ、メディキュットっていう着圧タイツはまあ安いんですけど。夜更かし、もくありがとう。明日から幸せ、嬉しい。ホーマン、リデンさん、ハートありがとう。着圧タイツ、いや、まあそうかな。どこで、ストーチです。おはよう。実はね、ちょっと今日と明日と明後日楽しみなことが待ってる。楽しみ。メリキュット聞いたことある？ちょっとみんなに早くツイッターにあげたいぐらいめっちゃ楽しみなんです。お仕事系じゃない、お仕事系じゃないんですけど、ちょっと楽しみなことが待ってるか。取りだめしとかなきゃ、写真。ラプンツェル、してない。誰かに、お、すごいですね。ウィニサウナ、そうかもしれない。早すぎる。
出だし、眼球かなり動いてるでしょ。眼球動いてますよ、活発に。おはよう。どうだろうね、面白いです、よかったです。私は JEDI さんの面白い人間になれて嬉しいです。より目はちょっとできるんですけど、ちょっとやめときます。ハートありがとうございます。あれ、ハートないのにハートありがとう。私はハートがないのにハートありがとう。ちょっと目がおかしい。ナリバさんありがとうございます。面白い。幻覚が見えてるようだ。やちさんありがとう、正真正銘のハート。これはワライオンさん、文句あり、タンポさんありがとう。まだ寝ぼけてるかも、まだ寝ぼけてるかも、ちょっとリアチューダメ。ハートかけてないのに投げられ、そうなんで、そうじゃないんですけど、ちょっと幻覚が見えちゃった。ピロピロさん、もう一回受ける。クラッシーさんありがとう、面白い。予言ハート。え、そう、寄り目できるけどやらない、本当にショールームではやらない。事故です。もっくんさん、まださんありがとうございます。寄り目事故。寄り目事故なっちゃうよ。あ、そういえばね、昨日桃太郎電鉄って、桃鉄っていう任天堂のゲームをしたんだけど、静岡に爽やかハンバーグがあると思ったら、ささやかハンバーグだったんですよ。ささやかハンバーグなんてあるのかな、本当に。よりめかい、いや、ちょ、おはよう、ゆきさん聞いてます、もてつ。そう、ささやかワールドなんよ、ささやかハンバーグなんよ。もう一回ありがとう。あれ、爽やかハンバーグがあると思ったら、ささやかハンバーグ。少し混じって、え、そう、なんか結構ね、いろんなとこでなんか小さいのかな。熊の音には行ってないの、朝早い。そう、爽やかしか、そう、ささやかハンバーグってあったんよ。ちょっとね、いろんな著作権、ささやきリアチュー、ちょっとね、びっくりしちゃった。名前、あ、そうなんだ、使えない。他に何かあったかな。昨日は夜の深夜の1時20分ぐらいまでゲームしてた。でもさすがにもう寝なきゃと思って、朝配信するから寝ちゃった。そう、朝自分でむくって起きちゃった今日。おかみささやき、え、知らない。チャーハン定食さんありがとう。またカンピュータ、そうそう。そうなんよ、あまり寝てない。そう、寝てない。でもなんかちょっと今日めっちゃ目が開いてる、楽しみすぎて。朝配信の聞き、そう、朝配信もやると思って、タイマーもかけてたんや。でも充電切れてタイマーならんくて、本当は6時からやろうと思ったんだけど。ゆきさん、ハートありがとう、まとう、売れトマトありがとう、まとう。3時まで、え、頑張って、おはよう。それはないんですけど、でもあまり動かしたくない。
あ、パシリさんかわいい、ありがとう。まと学園祭初めてかな。そう、チケットぜひゲットしてください。お安いのでね、求めやすいんですけど、ちょっと東京とかからだとね、アクセスはしづらいと思うんですけど。りゆきさん、ハートありがとう。念願のだね、月曜日休み頑張って。無制限、そうよ、 20% 楽しみ。香川に行っちゃう、ぜひ お待ちしてます。でも香川の人さ、ゆいたんの卒業公演がかぶってて、そう、どっちかしか出れなくて悲しい。お、嬉しい、クラッシーさん、みんなでそうプレイしますよ。そう、ゆいたんの卒業公演めちゃめちゃ出たかった。結構ね、仲良く、ちょっと悲しい。イエチとミーボンは最初から結構ユイタンとお話ししたり一緒にいることが多くて、そう、たまたまリアとミーボンが出れなくて辛い。梅さん、ありがとう。そうなんよ、辛い、悲しい、出たかった、めっちゃ最後の一曲でも出たい。どっちも確かに、ゆったり脱、こういう時こそゆったり脱を使うべきだ。そう、癒し系、本当に面白いよ、しかもめっちゃ。新公演まだ決まってないです、本当に私もまだ分からなくて、まだね、新公演は決まってない。でもレッスンはね、もうほぼ終えましたよ。リキさん、ハートありがとう。今日もかい、嬉しい。何もしてないけど嬉しいですね。ひーちゃんとかに、リュウチはメイクしない方が好きって言われる。嬉しい、おはよう。ナチュラルメイク、めっちゃめっちゃナチュラルがいいのかな。もう一応出演、いや、それもまだ決め手なんですよね。ちょっと私も分かんなくて、本当に全部中、公園で他のユニット曲やるなら、なんだろう、私は夢をガラス、あ、それはないのかな、自分の人、お、すごい、運命かも運命、リチュー美人、ほんと、リチューボブ似合うと思う。リチューボブ似合いませんリチューボブ似合わないと思う。なんか昔ね、ボブした時にあまり好きじゃなかった、好みじゃなかったんよ。でも一回切ってみたいんよ一回切ってみたいけど、2日後にはロングに戻りたいっていう思いが。でもセミロングでもいいかなと思う。セミロングっていうのはロングよりちょっと長めのセミロングでもいいかなとか思っちゃって、でも結構今長いから毛先だけ整えて伸ばすのもありかなと思ったユニット初めて、でも東京でやったことがある気がする。16の夏、ココアさんぐらい
結構短いね。サインクさんウィークリー、あ確かにウィークリーね。アスカなんか嬉しい嬉しい嬉しすぎる。カチューシャ、え、カチューシャつけようかな。じゃあお話し会とかでカチューシャ、あのスターズ東京の時に黒のカチューシャしたんよ。あれはどうでしたか。リュウキさんありがとう。バラリュウチに夢中。おはよう。え、嬉しい。まゆたみさん頑張ってください。リュウチ応援してる。県内、なるほどね。めちゃくちゃさ食べたい。私静岡行きたい、めっちゃ。でもなんかさ静岡あんま行く機会ないよね。結構僕ありがとう。スーパーロング、え、スーパーロングもいいよね。ヤギアツキちゃんみたいな可愛い。はじめまして、え、はじめましてかな。夢中。ワライオンさん尊い、ありがとう、ありがとう、尊い、ありがとう、尊い。え、めっちゃ髪伸ばしたい気持ち。ヤギアツキちゃん知ってます。めっちゃ大好きです、私のタイプ。アツキちゃんもう本当に肌も白くて、なんか前髪も髪もめっちゃサラサラで綺麗で、スタイルも良くて、私の推しです。かなおちゃんの実家に行きたい。おはよう。ね、目がもう全部が整ってるというか、もう可愛すぎる。今度、え、嬉しい。私めっちゃタイプです。ヤギアツキちゃんめっちゃ可愛くて、本当に髪もサラサラで、550分、それはやばい。550分か、何時間、6、やばい、1日終わっちゃう、やばいね。すごい人気、1回は食べてみたいな人生で。おはよう。エメトシさんバラありがとう。やばい、今めっちゃ猫背になってる。キッさん本当ありがとう。やばい、猫ゼリーやつ元気ダメだ、猫ゼリーやつ。えい、嬉しい、ナリバーさん今度またつける機会があったらつけたいと思います。あの白のカチューシャと水色のカチューシャも結構選べて迷ってて、おお、遠くなった。遠くなりすぎですか。アツから、え、嬉しい、売れ止まった。キラリンさんありがとう。おはよう。今から学校大丈夫だよ。結構ねリアチューはギリギリタイプなので。なんでも結構私はあの追いやられないとやらないタイプなんですよ。一番ダメなタイプなんですけど、テスト勉強はもう本当に今回もあの前日になってやり始めたりして、でも前日でやり始めて、そう、で次のその次の日のその次の日のテストが家庭科と
家庭科となんだ国語と英語かな、だって家庭科、あ違う家庭科と体育と国語だっけ、でやばいと思って家庭科 夜更かし2時ぐらいまでやって、家庭科なんとね何点だっけ90、80ぐらい取れた気がする。溜め込むタイプ、えでも時間が、でもどうだろう、溜め込むかも出た、え確かに会いたいね3期生みんなで、腕玉と、また一応もう本当に溜め込まないとやっていけないんよ、やっていけないというか溜め込む人だからさ、本当に懲りない私ですみません、いろいろと YouTube 懲りない、追い込まれる、そうなんよ、はい、え嬉しいキラインさん声の練習、空がめっちゃ秋の雲、むたしから字綺麗、えでもあの何あの書道習ってたから小学3年生くらいから、そう書道習ってたってのもあるかな、今日も嬉しい、おはよう、ゆういちさんあんまり寝ないとなっちゃう、えでもお昼食べた後は必ず眠くなります1時間目と5時間目がめっちゃ眠くなります、もう本当にやめてほしい眠気くる、だからなるべく強くないんですけどエナジー投入してます、あの翼授けてますいつも眠いからもう無理やり、大ちゃんありがとう、ジェクソンさんありがとう、梅さんありがとう、頑張れありがとう、レイチの時期嬉しい、レイチも無理やりあの翼で頑張ってます、え夜わかる、1時とか全然眠くなかった、お腹がなっちゃった、眠い時嫌な授業は数学、あでも数学嫌いなとこと好きなとこがあるから、5時間目は眠いよ、ユニバーサリーさんありがとう、もうなんかえ分かる、血糖値爆上がりって感じで眠眠になっちゃう、血糖値上がっちゃって、体力でえ言われんかったな、夜かしレッドブルー、あ本当ギブユー、レッドブルー飲みました、あの水色のやつ、無糖のやつ、無糖の寝落ちありますよ、ちょっとりあえずやらかしたことある、もうこうなってもついには寝ましたもんあでも寝ましてって言ってもう2分ぐらい寝たぐらい、もう眠くて仕方がなかった、しかも先生がなんか声がなんかめっちゃなんて言うんだろう、声で先生の声で眠くなっちゃうなんでだろうこれ、なんかめっちゃ声がシャキシャキってしてる方はなんか起きちゃうんだけど、ゆったりとかなんかしてるとなんか眠たくなっちゃう、夜配信やってできるかわかんないな、電車電車、あでも電車でなんか駅着いたのに、あの駅着いたのに降りてなくて、しかもえなんか本当にその駅なんだろう、その自分の降りる駅止まりのあの乗ったんよ、で駅止まりで、駅止まり、その駅止まりじゃなかったらもうめっちゃ遠くまで行ってたってことはあったかも、その駅止まりの列車だからあの寝てても
次の駅に行かないからよかった。一回車掌さんに起こされたことある。寝てて駅に到着したのに降りてなくて、一人だけ、私一人だけ寝てて、車掌さんに来ましたよって言われたことあるよ。寝心地の、え、そうなんよ、わかる、ありがとう。催眠で、そうよね、癒しの声というか、なんだろう、たこ焼き先生ですよ。たこ焼き先生覚えてますか？たこ焼き先生めっちゃ懐かしい。オーディションの頃にたこ焼き先生とか降りる駅を塗り過ごしたはないかな、奇跡的に学校でないことが、え、すごい。そう、すやすやリエツした。もう恥ずかしかった、そう、社会に行ったね、違い、そういなくてびっくりした。ついだと。寝過ごしてなんか目が覚めるわ。え、すごい、なんだろうね、体に染みついてるのかな。折り返しの、なるほど。でも最近はね、あまり寝ないようにしてる。リアもリア中はもうこうやってやり始めたらもう寝ちゃうから、もうスマホ見るようにして、赤玉ね、そうなんです。新幹線の人え、なるじゃないですか。目バキバキにしなきゃ。やばい、眠たくなってきた。さっきバナナ食べたい、バナナヨーグルト、血糖値上がった、だから眠たいバナナヨーグルト、1分、アラーム、なるほどね、アラームなんかうるさいからちょっとかけづらくて、イヤホンしてたらイヤホンから流れるのかな、アラームって。はにゃー、眠すぎる。睡眠配信、いや、ちょっとダメ、絶対ダメ。いや、あ、そうなんだ、だからやばい、眠たい、どうしよう、眠たくなってきた、血糖値が上がりで、上がちゅう、上がちゅうあ、眠たい、そう、眠い、じゃ寒い、おお、眠い、お、頑張れ、マダムさん、目覚ましの、え、そう、今日目覚ましなしよ、おやすみ、ちょっと眠たい、ちょっと配信終わったら桃鉄しようと思います寝言待機、リア中そやす期待して、歌を歌うといいかもです。悲しまりとの人生、二度寝、今日お休みじゃないよ、眠すぎる、あ、やばい、チュー、あ、眠たくなる、聞きながらと私かわいいリンゴさん、吉下さん、ありがとう、学校あるから、そんな、やばい、本当に本当にやばい、本当にやばすぎる、
多分学校では寝ると思います。いや寝ないけど、多分友達とかと会ったらパキッてない5分だけ食べる友達だったらパキッ、あ、休み中後ろに顔がついてるとか、うん、ありがとう。やばい眠たい。朝ごはんはヨーグルトバナナで、なんかお母さんが食べてたハーズパンちょっといただいた。もっくんありがとう。ねえなっちさんありがとう。シャキーン、目をシャキーン、眠いやつか、あー眠たい、血糖値上がっちゃったから眠たい。リアチューも寝れるけど多分食べた後だから、食べた後に寝たらリアチュー太っちゃう。目トロトロ、目トロトロも寝ちゃう。やつね、おやすみさん、やばい、みんな寝させようとしない、ちょっとやばい、ダメ、パチン、落ちます、落ちない、こめかみ、グミ、こめかみってどこ、ここ、おやすみか、スタイリング、ど、ど、ほんと眠れ、ね、ちょっとみんな寝させてしない。うぎさんありがとう。あ、眠たい、羊がいっぱい、あ、これちゃんの時間、これかわいいってどこだっけ、ここ、あたちさんありがとう。ねえ、ちょっとみんな寝させようとしないで、ほんとに、ほんとに。リュウチュー、危ない。リュウチュー、バン。リュウチュー、バン。手振って。こめかみ、目の横。あ、そういうことか。なるほどね。あ、いい感じ、いい感じ、お、いい感じ、いい感じ、いい感じ、あ、眠たい、あ、眠たい、ここ頭痛い時に押さえるとこ、ここ眠すぎる、リーチ眠い、レッドブルー授けて、翼を授ける、翼が欲しい、お、大阪涼しい、いいね、大阪行きたい、そろそろ頑張って、みんな本当にお疲れ様。コーヒー飲むとちょっと飲もうかな、配信終わったら飲みたい、でもちょっと、あ、どうしよう、ちょっと迷う、カフェイン、あ、やばい、眠たい、眠たい、眠ち、目と目の間つまんでマッサージとか、あ、なるほど、あ、いい感じ、いい感じ、え、でもいい感じかも、朝マック、いいね、ひーちゃんありがとう、ひーちゃんありがとう、朝マック最近行ってないな、ファイト、ヤギさんありがとう、売れトマト、ファイト、ヤギさんも頑張ってください、ちょっと本当に本当に眠眠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 
飲む、飲めるもん私、飲めるもん。ブラックコーヒーは飲めないもん。コーヒー飲めるもん。バンテリーハルト塗る、何バンテリーCM でCM でよくやるやつ、バンテリン。さらにホイップはダメだ、それは悪魔的な食べ方、悪魔的な食べ方。コーヒー牛乳、いやコーヒーチョコパイのさつま、えめっちゃ気になるのそれ。でもね今はガカチが車で送ってもらう。いやお母さんは仕事なんで、もう遅刻したら自己責任って感じです。助け舟はいない、全部ミンミンだは教民、え、やばい漢字が見ない、アイスバーグない、長い。薬を塗ってはいけません。無比とか塗ったら、ここに目の周りにさ無比こうやってぐちぐちやって、アウト。すっごい元気、あそうです、すっごい元気。飲もうかな、ないけど買わなきゃ。やつ中毒派、でも好きなとかね、篠谷さんとか松屋とか、あんまりね牛丼屋さんはあんま行かんのよね。定番みたいなもの、本当に食べたい。久しぶりにアイマスクいいね、アイマスク下にある涙、涙。顔洗えばすぐ、そうだね、ちょっと配信終わってやりたいと思います。その後ゲームしたいと思います。絶対ダメ、学校い、学校行ってくださいって感じ。うん、学校やだ、いやいやいや学校やだ。専用のオッケー、学校行き、行かない、手術。リエツミツ、こんにちは、おはよう、今日も頑張りました。リエツミツバーガー、そう頑張ります。朝食食べました、バナナヨーグルト。あやばい、あのカメラが反転したら事故だ。カメラ反転しちゃおうかな。リエチュー意地悪、リエチューは意地悪なので、向こうにいる妹を映そうとします。カメラ反転して事故、事故すぎる。それは妹です、妹。ここ自分の部屋なので、あの妹とかカバン、学校のカバンとかここに置いてるから取りに来ました。リエチューいたずらしたい。事故、事故、ちょっとさすがに事故すぎるからやめとき、本当に事故すぎる。映したら事故すぎる。はーんって最悪。命に巻いたやです。出かけます、あうん、イモチュカニムチュワハチュ、自己披露にする。はよ。
いもちゅん、いってらっしゃい、いもちゅんね。仲間だなって思った。教えしないでください。一緒に行かないですね。私はもうめっちゃギリギリに行くので、本当にもう嘘かというぐらい眠くないよ。確かに学校楽しいよね。確かに。リア先輩、リア先輩、オンピーありがとう。中華試験終わりました。普通でした。結果は押し増しはいいよ。もう一回ありがとう。ミシェルっぽいちゃん、ありがとう。頭がいい。給食ないのは寂しい。寂しい、めっちゃ欲しい。学校寝る場所です。ダメです。学校勉強する場所なのだ。こんな私がいても説得力がないんですよ。実は私も寝てるから。説得力がない。私がいたら、私も寝てるから。寝てるかというか、たまにね。またよろしくお願いします。おー、レースは成績トップ。おー、ありがとうございます。リュウチュウは結構なおバカちゃんでですね。ユイチとのピタリがあった。ミーポン、ミーポンさん、オンピー誰かな。寝たらね、ミーポンなんか学校でいつも寝てるイメージ、いつも寝てたって話を聞く。いつもレッスンで今日学校でねって言って、ずっと寝てた、先生に怒られたみたいな話を。おなのフェス楽しんで、お参加ちょっといいな。学校で調子だって寝るは、なるほど。え、私はなんかこうやって目を隠しながらこうやって肘ついて寝るタイプです。考えてるふりして、こうやって考えてるふりして目を隠してこうやってやってます。机に肘をこうやって乗せて目をこうやって隠してこうやって寝る。リエチの技、ユダヤの目、リエチの技。これが 寝方プロでしょ。ここプロなくていいよね。睡眠のプロ。面白い。寝せない。長いがね、本当に起こされてそれに対してグッとウケる、グッてなる。たまに天末の学校ですね。こうやって ママが出た。リエチュウがおデブちゃんだったら目がなくなっちゃう。リエチュウがおデブちゃんだったら堂々と言う。え、5時間目はこうなる。無意識先生に呼ばれてる。窓が明るい。晴れです。広島県軽くショックかけてたりですね。できる人、え、わかるその気持ち。お、神戸のヒッキーさん100回目の訪問ありがとう。またですね。寝顔やつ。広島は冬になりました。ちょっとそろそろ団地飲もうかなって思います。みんな見てくれてありがとうございます。朝なのに今日も頑張ってください。ゆいちゃんおはよう。おはよう。13位、かさささん
ありがとうございます。ジュニハッチさんありがとうございます。ジュジメさんありがとうございます。ジバライオンさんありがとうございます。ケイコタンありがとうございます。ハチヤチさんありがとうございます。ナナイタナさんありがとうございます。6位クラッシーさんありがとうございます。5位マックンありがとうございます。4位エムトチさんありがとうございます。3位オノピータンありがとうございます。2位アダチさんありがとうございます。そして1位はジュ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 ンタムタム、ありがとうタム、ありがとうございます。皆さん楽しい配信こちらこそありがとう。今日も頑張ってください。3連休のために頑張りましょう。みんなお互い頑張りつありがとう。頑張る。やばい、眠たくなってきちゃった。気をつけて、みんなも気をつけてね。バイバイ。今日も本当に頑張ってください。本当に最後頑張って、本当にゲッチ応援してます。バイバイ。